いやちょっとじゃんけん、横浜にこんなとこあるの？ただ宇宙の意外にいいの、確かに色すごすぎて。いやでも宇宙エディエディーバーですね。バイバーイ、バイバーイ、また次回。さあ、楽しちゃったんだ俺ら。はい、小泉です。彼ら4人はこの県民共済ビルをそのまま真っすぐ進み、動く歩道を使ってしまったため臨海パークへ進む道を塞ぐことになってしまいました。ではどのように進めばよかったのでしょうか。彼らはこれ向かってですね、左の方にそのまま進んでしまいました。実はですね、こちら、ここにですね、下るエレベーターと階段があります。はい、こちらの方を降りていけば、実はポレットマーレのビルへまっすぐ続く道がありまして、こちらの方ですね。はい、見ての通り信号がない横断歩道だけの道があります。こちらの方を進んでいただければよかったんですね。はい、このように歩いてくれば動く歩道を使わずに桜木町駅まで着くことができます。以上、桜木町から小泉でした。Thank you.